ナチクジャク、ドライプタースリッシュパンスはオシダ科のシダ植物の一つ。ベニシダなどに近縁の植物で、養身がタンウジを吹くようである。常緑性の双本。茎は斜めに立って、小さな会場となっており、葉を束のように出し、表面には鱗ペンがある。傭兵は長さ10から30センチメートル、藁色をしている。 傭兵に密生している臨片は、線状皮心型をしており長さ8ミリメートル以下で、円には、虚子がなく、褐色から黒褐色でやや早落ち性。洋身はタム状を吹くようで、外形としては皮心型から長蛇円状皮心型をしており、長さ20から40センチメートル、幅は10から18センチメートル。中軸には、黒褐色で、皮心系の小さな臨片がある。 右辺は筆芯型で、幅1から2センチメートル、短い柄があって基部は心形になっており、円は波状になった、大きな巨子が並ぶ状態から右上に深く裂ける場合も、あり、葉の基部が輪の右辺ほど深く裂ける傾向がある。それら列辺の円は、滑らかかあるいは小さな巨子が出る。右辺の主軸の裏側にはその基部が、袋状のに膨れた形の小さな輪辺がつく。葉質は、 硬い紙質で、やや白っぽく見える。胞子の群は、右辺の中六と葉の円の間、やや中六寄りにあって一列に並ぶが、切れ込みの深い右辺にはさらにその外に二列目、三列目があることもある。包み膜の円は滑らか。胞子の表面には、大小のコブが並んでいる。和名は、和歌山県の那智山で発見された、クジャクシダの意味である。 もっともクジャクシダとは分類上も、形態の上でもあまり関連がない。クジャクシダは、右辺が、線形に広がるのが、クジャクのおハを思わせるとの名であると思われ、同族のクジャクシダという名のものは似た姿をしている。本種は、この点では全く似ていないが、本種と同族のものには他にもいくつかクジャクシダの、名を持つものがある。本州では、千葉県伊勢、四国、九州、 薬島から知られ、国外では、朝鮮、中国、台湾に分布が知られる。種として、常緑樹林の林下で暗く湿った場所に生える。エビ原では本州を押し田族の下でいたチベニブシセクト、エリスローブリーに含めている。押し田族には、イワヘゴディやトレイタやタニヘゴディトキオンシスなど、タンウジョウの種がいくつかあるが、それらは、傭兵が短かったり、 ハウラの脈状に袋状の基部を持つ臨片がないなどの点で異なる。ベニシダに類するものとしてはタンウジョ宙は本種だけである。マルバベニシダディーフセピスに似ており、その右辺の切れ込みが弱くなったものや、本種の右辺がやや切れ込んだものは判別が難しい。マルバベニシダの場合は、最下の右辺が最大になるのに対して、本種では中ほどで最大になってそれ以下では、 むしろ短くなることで区別できる。またマルバベニシダでは、陽神の外形が長大円だ上乱形から三角上乱形と幅広く、本種はより幅が狭い形である点も異なる。また、イヌナチクジャクディインテイグラピヌラチンは本種によく似た。もので陽神が1回以上ではあるが2回以上に朝、列から前列で中ほどより先端側の辺は朝列しかしないが、 下の方の2体くらいの右辺が前列になっているものである。形態的には、マルバベニシだと本種の中間的な型である。従来は本種の変種バリエーション、ディプラジアイズ、H クリストとされてきたが、雑種に起源を持つ無融合生殖系である可能性が極めて高いとの判断で別種とされた。学名は先行名との関係で、これが選ばれている。 ちなみにこれは、田川でも岩月編にも取り上げられていない。環境省のレッドデータブックでは取り上げられていないが、各県では指定されている地域もある。森林性のものなので伐採などの夜、生育環境の減少が強く影響するようだ。神奈川県では、横浜市にあった生育地は崖崩れで埋没したといい、確実に生育しているのは一箇所のみとのこと。以下、 主として、岩月編、P195 牧野原町、P1321 恵比原、P371 牧野原町、P1321 牧野原町、P1321 田川、P102 恵比原、P391 岡山県、レッドデータブック、2019年3月8日、閲覧以上は恵比原、P371 日本の、 レッドデータ検索システム2019年3月10日閲覧。神奈川県、レッドデータブック2019年3月8日閲覧。ありがとうございます。